じゃあすいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。どうします？それがですね、これ自分で切ってるんですよ。なんだって。なので、もう直し替えしかないとお伝えしたと思うんですけど、うん、直すしかないっていう感じで、で、あとカラーがレイヤージュで入れてもらったんですけど、もう伸びっぱなしなんでしょうね。あんまワンカラーじゃない方がいいって感じですよね。で、そんで、あの、白髪が、初白髪が、おで、ペンから出てきたって発見され、あ、1本いますね、ここで。いや、何本かあるんですよ、何本かある。で、それがもう絶対多分もう止められないんで、止められない、でも1本しかないですよ。出てきてもわからないような、うん、ハイライトの方がいいですね、がいいかなと。そうしましょう。ハイライトバーッと入れて、なんとなくあの根元入ってきても分かりづらいような感じの方がいいかな。 OK、はい、です。自分で切ってる上手ですね。だってこれテンパなんですよ。で、本当に巻いてなくて、巻いてないの。おお、巻いてない上に、うん、もうオイルも何もつけてないです。あ、そうなんですね。おお、めちゃめちゃいいですね。で、短く自分でしようと思って結構切っちゃったんですよ。うんうん、で、かな、本当はここまであったんです。フラかな。はい、昔ですけど、うんうん、今もやってないんですけど、うんうん、で、自分で切っちゃって、うん、テンパが短くなるとスパーンって朝起きるともうなんかライオンもびっくりのアフロみたいな。なるほど ね。それができれば、あんまり、もう基本的にはお任せのつもりですけど、うんうん、できれば仕事の時に湯沸いていることが多くて、なので湯沸ける長さだと嬉しいから、でも基本的にはもう本当にお任せです。いや、もう完全にこのいい感じのベースがあるんで、ご自身で言う。ただ結構毛先細いですよね。そう、ここら辺を結構厚み出しつつ、なんか綺麗なレイヤーにしていけば、全く問題ないかなと。思います。レイヤーの、うん、田さんのレイヤーの入れ方を、うん、あの、なんだっけ、自分で切るのに探してて、それで見つけて、あのレイヤー自分で切れなくて切れないんですけど、うん、そうそう、いろんな人のを見てて、うん、で YouTube にハマっちゃって、うん、そっからずっともうなんか癖のように見てます。ありがとうございます。早速行きましょうかね。はい、かっこよくしましょう。ご自身で切ったとは思えない上手さですね。いや、テンパがごまかしてます。で、なんか赤みがすぐ出やすいみたいで、はい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 、赤くなるのと黄色くらいが嫌なんです、ね、そう、今赤オレンジっぽい感じ、うんうん、いつもそうなっちゃうんですよね。あ、なるほどなるほど。最終的にで、まあ基本どうしようかなと思ってて、ハイライトは入れるんだけど、どのレベルで入れようかなと思って、まあ、この明るさまでいってもいいけど、これだと超若干のブリーチが欲しいかな。まあ、バッチリの色にしますよ。いい感じにしましょう。はい、じゃあ準備します。よろしくお願いします。はい、薬剤説明ですね。モデルさん、そんなにめっちゃ毛先明るいわけじゃないんで、ブリーチ剤は使いたいんだけども、相当優しくいきます。なんで、はい、ブリーチアルミの120、ブリーチ界の王様ですね。で、 14N アルテマリトーの 14N を1対1ですね。 14N リトーのカラーが入ることによって、酢酸ナトリウムの効果で残留アルカリっていうのは大幅に取れます。で、残留アルカリの王様でもあるわけじゃないですか、ブリーチって。だから残留アルカリによって髪が傷むことを、このリトーのと混ぜることによって防ぐことができます。1対1の 6%2 倍で、エラフェクトコネクタ、こちら活性ケラチンですね、が 10% 入って、もう究極のケアブリッジっていうのができます。まあ、そんなにガンガン抜くわけじゃないんで、これぐらいでいいかなと思います。いきましょう。はい、じゃあいきますね。こうやってまずセンターを取ります。デザインの肝となるとこなんで、パートで取らない方がいいですね。センターはセンターで取ってあげた方がかっこいいです。で、ちょっと前髪にもしっかり入ってほしいんで、この第一線はちょっと深めに、これぐらいでいこうかなと思います。で、普通に取ってあげて、よし。で、基本リタッチ行くこともあるんですけど、今日これぐらいの幅だったらもう毛先まで行っちゃった方が綺麗かなと思いますんで、これで行きましょう。で、軽く折ってあげて、第一線はこのおでこの熱でブリーチが反応しやすいんで、ポッポン引いておきます。はい、このまま行きましょう。で、全体的にハイライトが欲しいんで、これぐらいのチップというかスライスで、細すぎず太すぎず、細すぎると本当にあのデザイン性がなくなるし、太すぎるとなんか古臭くなるんで、これぐらいのチップがいいかなと思います。いきましょう。もう、はいもうフリータイムです。やった。はい、いきましょう。あ、
あなた髪短くなったのは初じゃない。初ですけど、切ってる切ってるですけど、なんで同じことを毎回するんですか。え、何どうした。私今ここ止めてましたやん。なんでそれ取るんですか。ヨダさん、あの髪切りました。ウルフです。はい、はい、金髪になりまして、はい、収容時間は5時間半でございます。はい、わーおーですよね。わー、はい、私座ってるだけなんで。マジ7時からスタートして1時半までかかります。わー、プロ染めしてたんで。そうですよね、だから最初入ってきた時、え、忘れないって。違う人がいるのかと思ったって言われます。ですよね。なんで来た時、あれ違う人がいる。あれ、いや、黒染めしてたことを思いっきり忘れてて、してないですとか、カラー剤で一番濃いやつですとか。いや、同じだわ。なんかこの金髪にし終わった後ぐらいに、あ、そういえば友達のとこで2レベルぐらいの真っ黒入れたな。黒だよ。マジ絶望でした、一発目ブリーチして、とりあえずあのディバイディングラインって言って、そのどこまでが黒染めかを調べるために一回ブリーチパーって塗るんですけど、もう真っ黒。マジかーっつって。まあね、時間かかると思ったけど、まさかの5時間半でしたね。これはすごいです。ああ、途中、あの、焼き鳥食いながら、ウーバーして。私、眠ってました。寝ますよね、寝ますよね。カットもしてもらって。大変でした。変身を遂げたので、今皆さんにすごい突っ込まれますね。大体エクステつけてて、私もう黒髪で伸ばしますからっていう宣言をいろんなお客さんにしてて。めっちゃしてた。もうブリーチしませんからとかいろいろ言ってたんで、すごい、あれみたいな。やっけ、まあ、やっちゃったんだね、みたいな。みんなもね、ちょっと分かってる。だよね、みたいな。すごい、持った方だよね、1年って。確かに持った方。そう、面白いですね、本当。いい感じに仕上がった。すごい、皆さんに褒めていただいて。うん、すごい可愛い色でしょ。ハッピーですよ、もう。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。大変でした。1時半までここでいて、次の日もあの8時に出勤だったんです。うわー。疲労困憊ってあります。すごい。いや、でもなんかお客さんとかが結構、すごい可愛いって言ってくれると、やっぱ自分が生きてるから嬉しいですよ。ちょっとドヤ顔。いや、もう途中でブリーチがあまりに抜けなすぎて、ちぎれないように、もう自分の持てるケミカル液を全てつぎ込んでやったんで、大変でした。やっぱ痛みますよね、でもね。いや、でも、痛ませないようにやったんですよ、まあ、なかなか。そりゃそうでしょうね。ブリーチ4回、1日でやったと思えないツヤが出てる。4回 ?4 回しました。抜けなくて。頭痛くならないんですか。あ、私、ブリーチは痛くならないんですよ、やっぱり。待って、結構塗り方こだわってる。私痛くならないの前に。プロの技が。岩崎さんは痛くならないってことですね。あんまり痛くならないので、どうも。あ、どうも。どうも。どうも。コンビネーション。よかったです。すごい。1年ぶりぐらいのカットって感じ、ブリッジでしたね。カットのブリッジも本当1年ぶりぐらいだったんで。いや、言っちゃうわ、あれ。え？いや、本当に。アンチ基礎。長野ファンに怒られた。いや、普通にカットしてるじゃないですか。もう、しかもあれですよ。ブリーチ4回して、もうすでに4時間ぐらいが経過してる状態で、で、じゃあとりあえず切るぞっつって、中途半端なミディアムぐらいだったんで、じゃあウルフにしようって切ってるのよ。切って、なんかいい感じになってきたら、マサン、カット上手ですねって言い出して。カーツお前何なんって。なんか、前に出しててください。あの、途中経過がすごいキノコなんですよ。だから、不安になっちゃって、だってこれ大丈夫かな。しかもその状態で乾かすから、こっからついてって、果たしてこれは、あ、ウルフになるのかなみたいな。マッシュルームやんみたいな感じで、不安になって、おじいって見てたら、だんだんウルフになってってから、ああ、ナマさんカット上手っすねって。やばくちょっと上からマジで。上手っすねって言われて、おい有名な美容師だよって言われました。マジでびっくりしました。いい意味でこうもう6年も一緒にいるんで見慣れると言いますか。いい意味で見慣れて、いい意味で、いい意味で見慣れ、まあ、でもその気持ちは分かんないですけど、僕もあの先輩の技術見慣れたことあるから、久しぶりにやってもらったらやっぱ上手っすねみたいな。なんだその会話。いやいや、さっき夢のようですよ。絶対無理だと思ってたんで、ようやくもう海外からさすがに無理だと思ってたんで、ね、すごい、ハワイ、明日もこの時間にはいないっす。えぇ、ー、すごいキンキン。はい、なんか本当にタイミングというか、すごすぎました、マジで。いや、本当びっくりしました。もうね、本当にチキンってなんだっけ、チキンスキン、鳥肌鳥肌なんかもうすごい
カメラしたらチキンスキンって言うんですよ。チキンスキン。あ、でもそのままでしょ。そのままなんですね、うん、なんか海外の言い方があるわけじゃなくて本当に鳥肌のままなんですね。そう、なんかハワイは結構訛りが強くて、日系人の文化とか、うん、なんか中国、韓国、ベトナム、タイとかいろんな人種が住んでるんで、なんかいろんな混ぜこぜの言葉が多いんですね。それプラスハワイ語とか。おお、いや、だってあの、あ、今回じゃあお願いしますって LINE したら、あ、一番上に、Oh my god! しかも OMG でしたね。OMG! リアクションが海外に。ハワイの方だね、すごい。もうなんか自分ではすごい日本人だと思ってるんですけど、でもなんか赤身、中身は完全にちょっと違うよねって言われて、もうハワイになりました、うん、何年ぐらい移住したのが1999年。あ、もう結構なので23年、もうそれくらいですね。それはもう向こうになりますよね。すごいな。いいですね。そうなんです。ああ、行ったことないんです。え、本当ですか？来てください、来てください。あ、本当ですか？行きたいんですよ。案内しますよ。あ、本当ですか？もう英語がそんな喋れないっていうのもあり、うん、どこでも行けますよ。あ、本当ですか？でもなんか長さんとか聞くと意外に日本人も多いから大丈夫だみたいな。そうです。でもね、本当にあの行く場所にもよりますよね。あの、もうど真ん中あたりは日本語も全然行けますもんね。うん、ど真ん中ってどこ？カラカラ通り。そうそう、ワイキキとか。あ、ワイキキ。でもハワイオアフ島だけじゃないんですよとか言って。そう、なんかハワイ島行ってみたいんですけど。ハワイ島めちゃくちゃいいですよ。ってみんな言いますよね。うん、と、あのオアフに嫌になっちゃうっていう人多いです。あ、そうそうそう。でも、うん、なんかオアフ行かなくなる人っていう。そう。そんで結局あのマウイ島とかカウアイ島とかどんどん伸びていくんですよ。あ、そう、いろんなところに。そうそう、人がいないところを求めて。じゃあハワイ行くなっていう話なんですよ。確かに。でもなんか皆さんね、こだわりが出てきて、なんかそれぞれ違う島のなんか、私もなんか観光大使になってます今。観光大使、観光大使。そうそう、それぞれ違う島のいいところがあるんで、全部行ってほしいですね、なんか、ちょっと、もうちょい気軽に行けるようになったらね。だいぶ楽になりましたけど、ね、でも僕、ここのお客様、もう何人もいるよね、ハワイ。結構、ハワイ行ってきたみたいな。ハワイ行ってきた。今回のゴールデンウィークに行った人がめっちゃ多かったな。あ、でもポロポロ見ますね、うん、でもそれでも逆境ちょっと増えてきたかなっていう、街で見かけるかな程度になりましたけど。なるほど。本当にいませんでした全然。そうですよ、僕あの後輩のお姉さんがハワイに住んでて、え、あの、ハワイで YouTuber やってるんです。え、めっちゃ見てるんですけど。めっちゃ見てます。最近なんか MacBook が壊れたらしくて更新が止まってて、あら、あのずっと楽しみに待ってるんですけど。なんかハワイで結婚して子供もいて、でそのハワイでのママの生活とか、ハワイの見どころ紹介みたいなので、すごい面白くて、ずっとほぼ全部見ました。全部見たね。そう、マキ姉さん。マキ姉さん。めっちゃ狭いんで。あ、そうなんです。もしかしたら知るかも。名字わかんないね。変な話もみんな繋がっちゃってるんですよ。あ、そうなんだ。友達の友達の友達まで行ったらもう全員島つながってます。あ、なるほどね。マキ姉さん。娘の名前がソフィアちゃん。いっぱいいるか、そんぐらいは。旦那さんも違った気がするな。旦那さんはイケメンでした。イケメンでした。シュッとしてすごいイケメン。いいなって思いながら。いや、なんか、ヨセフとなんか朝ここで YouTube 見てる時とか、なんか、もう勝ち組じゃないっつって。泣き姉さんみたいな生活がしたい。日曜では旦那さんがお菓子を作るとこから始まるらしいんですよ。すごい羨ましい。君はキッチンに日曜日は立たなくていいみたいな感じになるんですよ。素晴らしい。素晴らしいですね。結婚してないからわかんないですけど。素晴らしい。いいね、だからハワイにもし行ったらマキ姉さんにも会いたいんですファンですって、そうそうそう、ファンです私って言いたいんですよ。後で YouTube 教えますね。ここの概要欄にも後マキ姉さん広げる。すごい、私マキ姉さんすごい好きなんです。多いですよね。でも最近ハワイであの YouTube やってる人多いですか？そうなんですか。そう、結構見える気がする。でも確かに、なんか旅系のやればって言われるんですけど、私も本当になんかいろんなとこ行ってるんで、仕事でもなんかほとんどハワイもうここでも10年ぐらいは寝に帰ってるみたいな生活で。あ、そうなんですね。なんで半分もいないですね。へぇ、常にどっか違うところに。すごい。ここ最近はどこか行かれた？ここ最近はほとんどフロリダとか韓国とか。おお。そうなんですよ。あとはでも8月から多分日本の仕事が戻ってきそうなんで、おーおー、もう月の半分ぐらい多分日本だと思います。そうなんですか。はい、いいですね。なんかもう俺ら狭い範囲で中央区から一切出ない。やばいですよ僕ら。家近いですけど、もうな、ほんと狭い範囲で。一昨日ぐらい渋谷区行きましょう。いや、たまに行くぐらいです。渋谷区
俺だってたまには行くよ。渋谷区ぐらい。本当に中央区から一切出ない生活。そうなんですね。私も今日真逆ですよ。一箇所に入れないんですよ。いやー羨ましいですよ。本当。でもなんかホテル生活みたいになっちゃってるんで、それもまた微妙ですよ。なんか落ち着か、落ち着かないですか。まあでもその生活に慣れちゃう。ああ、日本のビジネスホテルみたいなとこじゃないじゃないですか。海外って結構広いじゃないですか、ホテルも。あ、そうですね。結構広い。いや、日本のビジネスホテルは世界的に見てびっくりされる。びっくりしますよ。あれやばいですよね。ですか。びっくりされる。どっちの意味？いい意味でですか。え、狭すぎみたいな。あ、そういうこと？うん。こんなホテルだよね。それこそオーマイガー。オーマイガー。ね、そうですよね。まあ、ホテルのもちろんグレードにもよりますけど、うん、ホテルのトイレバスルームのサイズがこっちのそう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 あのホームルームっていうかなんか全部の部屋のサイズぐらい、いや本当本当え、だからあのまだ行ったことないんだけど、だから俺海外出張行くじゃん、全部もう超広い。え、いいとこ泊まってんでしょ。いや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 、全然あれですよ。そうだから本当に広い。中国とかめっちゃ広い。あ、中国やばいですよ。中国のホテルめっちゃ広いですよね。それもグレードにもよりますけど。まあグレードにもそうそう。超無駄になんか虎の銅像みたいな無駄なやつとか置いてあったりする。虎の銅像、そうそう、なんでかは分かんない。いらなくない。いやいや、普通に見てもすげえな中国って思って。海外はそんな行ったことがないから分かんない。フランスでしょ。パリと修学旅行。あ、羨ましい。パリ研修。あ、羨ましい。で、語学校の時にあってパリとローマに行って、最終日に向こうの美容を学ぶ予定だったから1週間ぐらいいたのか。いたんです、美容を学ぶ予定だったのに、その会場が火事になって中止になったのか。ただの旅行になった、どんな学校だよって。この下のなんかカフェでポテトが爆発したみたいな感じで。そんなことある？え？みたいな。行ったらすごい消防車がいっぱい止まって、だからマジで、あ、大変だって思いもあったんですけど、不謹慎ながらね、やばい、海外の消防士めっちゃイケメンだ。イケメンだ。ファイヤーマン、めっちゃイケメン。友達と湧いてます。湧いてるんです。やばいやばいやばい。じゃあそんな感じで、はい、一回これで時間を置きます。はい、はい、15分経ったんでこんな感じ。いいですね。金髪になりすぎず、今度毛先ぐらいの明るさでハイライトできてます。でこの後シャンプーするんですけど、シャンプーするときにまずは、ブリーチキャンセル、ブリーチキャンセル、タマリスのブリーチキャンセルでしっかりとブリーチ代を落とします。で落としたら次に色入れします。一回席に戻ってきてからでもいいんですけど、これぐらいのハイライトだったらあのシャンプー代で色入れちゃっても全然効率いいと思うんで、はい、こんな感じ。結構何がどうなってんのって感じ。ギャラクシーですね。ギャラクシーですね。宇宙。はい。さすが。下打ち。頑張って音を入れようと思って。はい、じゃあね、こちらですね。カラー剤。グリーンが1に対して、ディープブルーが 10%。14N が 10%。だからメインはこれです。グリーン。多少のアルカリが入った方が発色綺麗なんで 14N と、ディープブルー、グリーンに対してディープブルー 10% が最近の僕の流行りです。すごい綺麗なグリーンになります。といってもまあ緑にするわけじゃないんで、赤みを消すためのグリーンです。で、エラフェクトコネクター 10%、GLT20%、ハウタム3g。入ってます。で、しっかりと色入れしてもらって、シャンプーし終わったら、ケラフェクトのアシッドリンクですね。こちらでしっかりと後処理。その後、コアミでトリートメントします。はい、お願いします。よし、お疲れ様でした。バッチリだと思います。はい、ハイライト綺麗に入ってます。じゃあ、カットいきましょう。じゃあ、まず切ります。はい、お願いします。はい、じゃあ行きます。このセルフカットってことなんで、まず確認するんですけど、こうやって、なんとなくの今のラインを、もう超綺麗に、前上がりも綺麗に切れてるんで。いや、本当に上手ですよ。ここに、モデルさんで来る人のセルフカット、みんな上手い気がする。てか、多分皆さん、セルフカットが上手いんですよ。いいです。毛先細くなってる部分もあるんで、まあ、でも上に上げたりすると思うんで、まあ、3、4センチぐらいですかね。ちょっとライン切れにするために切ります。よし、行きましょう。はい、どうも、レイヤーもしっかり入ってるんですよ、ほら。びっくりした。じゃあ、ちょっとグッと下見てください。じゃあ、今日は下からレイヤーですね。下からレイヤーをきれいに切り直すっていうのをいきましょう。まず、下向いてもらったら、はい、ここ、薄くなってる。細くなってる。毛先をしっかり切ります。はい。ブラントで大丈夫です。厚み出していきたいんで、どっちかっていうと厚みを出してレイヤーで動きを出す、軽さを出すっていう方法ですね。はい、そしたらサイドまでいっちゃいましょう。このままサイドまで前上がりのラインをきれいに切ります。はい、仕組みいきます。同じくですね。もうなんてことないです。もうこのアウトラインをきれいに切ってあげる。
はい、左右揃いました。そしたらレイヤー入れていきます。ご自身で切ってるレイヤーにつなげていく感じが一番いいかなと思うんで、まずこのラインを見ます。ライン見て、そう、やっぱりこの中段っていうのはね、結構自分では切れないところなんで、この中段がしっかり入るように垂直に垂直にレイヤー入れる。そしたら中段入れたらこの下の角を取る。今回は下からレイヤーというよりは中段からレイヤーですね。中段からレイヤーをまずこうしっかりと入れてあげたら、垂直ラインですね、垂直ラインで入れてあげたら、このアウトラインとの角を取る。そうすると若干下に厚みのある形のレイヤースタイルというのは、下から真下からアウトラインから入れていくと下がかなり軽くなる。ただ今日は結構ついてもあるんで、下の方は厚み出していきたいから、中段、中段入れて、中段の切ったとことの角を落とす。この順番でちょっと変わってくるんで、はい、次いきますね。まずここを水平に引き出して落とす。そしたらアウトラインのこの角を取ります。同じく角取ります。もうこれだけでこのレイヤースタイル、この癖毛を生かすようないろんな動きのあるレイヤースタイルが切れました。はい、次の段行きましょう。はい、同じくこのさっき切った垂直ラインのレイヤーの続きですね。はい、そうです。これはもうさっきの切ったところをガイドに行きましょう。イヤーというところまで、ここはもう下から切る方がいいですね。こうです。こうして、はい、野菜同様です。はい、そしたらトップですね。トップ、今切ったのはこれです。これが今切ったところのこのガイドですね。ガイドからセイムレイヤー、綺麗に細かく。セイムレイヤーって丸になるはずなんですね。全部同じ長さっていう意味なんで、全部をこうしっかり角度に応じてちゃんと引き出しの角度が変えられるようにしてください。こうして、で上に同じく、よし、こんな感じでセイムレイヤーを切ります。さあ再度いきましょう。でもうこんな感じで全体にレイヤー入ってるんで、もうこれだけで動きが出るんで、これをサイドにつなげていくだけですね。まずイヤー2も、はい、パネル取ったら下からほぼ垂直になると思います。同じく、そしたら前に引き出して0度、前0度でちゃんとレイヤーが入るように。そしたらここ頭の丸みが一番しっかりと出てくるとこなんで、ここすらチェックもします。ちょっと飛び出たのとかを切る。はい、この上にレイヤー重ねます。やってることはあのバックのトップと一緒ですね。この流れで同じくセームレイヤー、あんま激しいレイヤーにしない方がいいですね。髪の毛の質自体が細いんで、ボリューム出すためにはこれぐらいのセームレイヤーが一番かっこよく決まると思います。はい、はい、さあ行きましょう。こうして前に一段倒して、サイドの上段もしっかりとこうやってセームレイヤー作っていきます。そしたらもう非感ガイドでレイヤーの最終チェック、真上に引き上げて、ここもセームレイヤーになるように前下がりとかにあんまならないようにしてください。よし、そしたらフォームでこうですね、この下に動きがありつつトップに丸さがあるっていうレイヤースタイルが出来上がります。はい、剥がします。ノットのミストつけます。レブリン酸配合で髪質改善の効果が期待できます。はい、リンクオイルですね。いいですよね、すごいふわっと乾かしましょう。じゃあ乾かします。はい、まあちょっとドライヤーの音あれなんで声張っていきましょう。で、あと乾かします。レイヤー入りました。で、ここでせっかくの癖を生かす癖があります。で、でも全部レイヤーで毛の位置がちゃんと段々になるように、重なるように、層が重なるようにカットしました。ってことはこれをねじって乾かすだけで、それだけでカールになってくれるんですね。なんでこう根元からねじって、毛先はそんなにねじんなくていいんですけど、根元からくるくるって指に絡めて、今日はリバースカールでいきます。こう顔から離れていくような感じでリバースカールでねじって乾かす。こうやってねじって乾かして、後ろも全部ねじって乾かす。そうすることによって
て、この本当に素晴らしい癖が生きてくるんですね。癖が生きるし、それにさらにハイライトの毛流れ感と、あとはレイヤーの重なりっていうのが全部相まって、こう指でバーッと乾かすだけでどん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 形になるんですよ。そうなると、例えばこういう感じですね。こう。指で乾かしただけ。わお。わお。超もうこれで良くないですか？すごい。そう、指です。ただまだちょっと濡れてるんだけど、指でこう指に巻きつけて乾かしただけで、これがねハイライト入ってないとここら辺の綺麗さが出ないし、でこのレイヤーじゃないとここら辺の動きってあるんで、だブローぶっちゃけしなくていいんです。指でこう乾かしたらはい終わりっていう。完璧です。はい。じゃあそんなこんなで説明終わったんで、今日は、ドライカットしたいんで一回ブローしちゃいます。はい。さあブロー終わりました。ハイライトめっちゃいい感じです。マッチ。さあ、まあさっき指で乾かしただけでいけるってなったんですけど、この中段部分がちょっと重いんです。なんでここだけを少し軽くしていきましょう。じゃあ後ろ一回お願いします。まあ今言ったのが、要は今日一番切ったところは中段部分ですね。ここ多分自分で切れないレイヤーの一番のところですね。ここを一番切ったんで、ここブラントに近いんですよ。ちょっとついてはあるんだけど、ブラントに近いんで、ここら辺、これですね。こう動かした時に重さが溜まってくる、この中段。で、トップは多分溜まってないんです。レイヤーが綺麗に入ってる。この中段の量を取れば完成です。下段は絶対取っちゃダメです。もうタレさえまだ軽いんで。なんで、中段部分を取ります。じゃあ、中段部分の重さを取っていきましょう。はい。ドライカットシザー、STR ですね。はい。ストローク。で、あんまり取りすぎないように、すごい優しく取ります。この、こうやって動かした時に重さが溜まってるところ、この中段の部分を優しくストロークカット。クセがある人は、セニングは基本的には NG。まあ、髪の量にもよりますけど、基本的にはしない方がかっこいいですね。で、重さがあるところ、この人差し指で触って重いなと思ったら、幅で取ってあげる。よし。トップの下段を取ります。トップの下段をこうやって取って、こうですね、レイヤーが綺麗にどんどん重なってくるのは見えると思います。はい、うん、こんな感じですかね。よし。でサイドも重いなと思うとこだけを、基本はボリュームがあった方がいいんで、あんまりすかない方がいいですね。よし。前髪が綺麗に流れるように、前髪の流れ始めのこの毛をちょっと量取ってあげると流れやすいですね。こうです。こういう感じで優しい感じのレイヤーにつながっていくイメージですね。こんな感じ、ボリュームがふわっとしてきました。よし、いい感じです。かっこよくなりましたよ。ハワイに移住してください。ハワイ店。ハワイ店。ハワイ店。ノットハワイ店。ノットハワイ店。ノットハワイ店か、いいな。いや、ちょっとは自信あるんですよ。ハワイでも、もう全然いけますよ。食っていけるとは思うんですけど。いや、宣伝大使になるんで大丈夫。もう本気で考えちゃおうかな。今日はちょっと熱入れしてボリューム感を出しながらカールアイロンで巻きましょう。MM スプレーですね。よし。もうオールリバースカールでいいです。さっきの指でこうねじったのと同じ方向で縦で取ってあげて根元。はい。で、まぁ、GLT 入ってるんで、この熱入れが実は重要だったりしますね。ストレートアイロンで仕上げてもいいんだけど、やっぱり求めるスタイルがストレートじゃない場合は、無理してストレートアイロン入れる必要はないと思います。これでも十分こうやって意味の結合が出る、この煙というか水蒸気がしっかりと出てくるん で、まずはもうオールリバースでいきましょう。単にミックス巻きとかしなくていいと思いますよ。こうやってリバースカールをすることによって、でしっかりと動きとボリューム感っていうのが出てくるんで、まずは全体をリバースカールしてあげて、そしたら上段をリバースカールですね。まあこんな感じで全てをリバースカールにしていきましょう。完成が見えましたね。いい感じです。はい、これお嬢さんいけますね。家はこっち、ホテル。あ、ホテルです。ホテルです。この人表参道行っちゃいました。おサンド今日何してるんですかね。ハワイに住んでたら表参道で何か面白いことってありますかね。なんだろうね、買い物ですかね。ランチ行って買い物行って飲みに行ってるのかも。あ、もうめっちゃいい休みの過ごし方。今日なんならハワイより暑いですよね。うちじゃない、東京。そうですよね。湿気がすごいですもん。って今日35度とか、湿気がね、湿気がすごいですもん。ハワイの湿気のちょっと少なさがいいですよね。も
同じ多分温度でもここまで暑く感じないんじゃないかな。僕でも結構バリ島好きなんで、バリ島とんでもなく湿度高い。すごいですよね、うん、そう、なんかあれに慣れちゃうと、サーフィンでバリ島ばっかり行ってたから あれに慣れちゃうと、湿気がないハワイがちょっと肌寒く感じるんですよ。なんかあれ暑い、気持ちいい、気持ちいいはずなのになんか慣れないみたいな。やっぱりサーフィン行く人多いですよね。でもやっぱ波が強いですね。波がいいんだ、うん、いやハワイ難しいのはワイキキのサーフィンは普通にちょっと初心者向けで楽しいぐらいなんですけど、ノースショア行くとハードで、あの上級者向きなんです。あのちょっと初心者を抜けた人にが行くところが分かんないです。中級者向け、そうそうそう、いっぱいありますよ。でもスポット、あ、そう、多分離れればあるんだろうなと思いつつ、うん、そうなんですよね。で実はあの、うん、サップのイントロやってたんです昔。いやかっこいいじゃないですか。すごい、見えないでしょ。すごいすごい、いや見えなくはない。若い頃まだあのなんだっけ、スキニーで痩せてて真っ暗な頃。わあ、いいじゃないですか。いやなんかそうなんですよ。サップも写真ありますよ、どっかで多分。トライしました。ダイヤモンドヘッドが後ろに映って、俺がサップやってたの。でもなんかそのところサーフィンもあれ微妙だ、そんなにやってなかったから多分慣れてなくて。違うものですよね。まあそう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 、なんか一寸法師みたいになってました。何今さっき。サップってスタンダップパドルボートです。そうそう、スタンダップパドルボート、サーフボート上、英語わかんないです。おい、カメラを揺らすな。サーフボードの上に立って、あのパドルで漕ぐやつ。そう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 、でなあの、まあ、エクササイズ目的でクルーズしたり、 あと普通に波キャッチもできます。できそう。え、あれ意外に乗るのも大変ですよね。最初はでも自転車みたいなもんです。あ、できそう、できそう。慣れたらもう全然。なんかでもあの上でヨガとかやり始めますよね。あ、はい、あ、よく見ますね。最近あります、サップヨガ。なんかスイカ役とかそのドルボードのイントラをやってましたもん、うん、すごい。あ、なんか人生謳歌してますね。そうです、素晴らしい。今サーフィンやってないんですか。サーフィンはもうあの脱毛行ってるから日焼けできないんですよ。あと、そうなんだ、あとね、何ヶ月、あと7ヶ月ぐらいで終わるんで。え、そしたらサーフィン行きます。美白ですもんね。美白。美白。やばくないですか。血管。いや、なんかカメラで多分いつも関係もあると思うんですけど、真っ白ですもん。真っ白、やばくない。腕。病弱の人みたい。そうそうそう。そうなんですよ。めっちゃ白いんですよ。そう、昔ね、話が多いんですけど、そうそう、あのサーフボード、木のサーフボードって分かります？木のサーフボード分かります。あれを作っ、なんかね、アシスタントやってたんですよ。そうなんです。そうそうそう、え、ボードを作るアシスタント。そうそうそう、あのカービングっていうか、あのな、ね、本当に、はい、あのパワートゥーでガーって切って、うんうん、でなんかその友達が、はい、ルッカ・ハナモクとかが使ってたような昔のサーフボードを作る、うんうんうん、ハワイアンカルチャープラクティショナー、なんか、うんうん、伝承する人みたいな、あ、はい、やつをやってて、それのパーソナルアシスタントをやってて、すげえ、そうそうそう、なんか楽しそう。そう、あの作品があの、ね、あのアメリカのメインランドのスミソニアン博物館とか、ハワイのビショップミュージアムの、ビショップ博物館とかに展示されています。すげえ。ちょっと待って、あのうちの師匠っていうか、まあ、友達なんですけど、もともとハワイ展出すか。ハワイ展待ってます。もう日本に帰ってこないかも。お前日本大好き、京都大好き。大丈夫、京都店もじゃあ。京都店は出さないから。あ、もう京都の人からなんでですかって言ったら来ます。いや僕も京都好きですよ。京都好きだから。京都店、いや京都店出したら岩崎が東京に帰ってこないから。それは必要です。あのズームでお願いします。ズームで美容院、アホ。新しいズームで。長さんタイマー鳴ってます。ズームでタイマーですよ。そんなことある。あ、すいません、ちょっと流し行ってきます。どこで？ズームで。京都店で。意味が分かる。いい、お疲れ様でした。失礼します。こんな感じで。すごい。はい、わおでしょ、わお。ハイライトにしてよかったですね。一色だとやっぱ似合わない。似合わないことはないけど。いや、いい感じです。うん、そう、このぐらいのハイライトの方がかっこよくていいかなと思います。おー、バレイヤージュっておっしゃってたから、バレイヤージュで行ってもいいかなと思ったんですけど、多分バレイヤージュが乗っかってるところにハイライトが入ると一番僕好きなデザインになるんですよ。かっこいい感じで、すごい。大丈夫ですかね。ハワイ店お願いします。はい。はい、
お疲れ様でした。じゃあ今日はハイライトと、レイヤーカットですね。中段から入れるレイヤーカット、まあ、そんなに難しくないし、すごいモデルさんの癖がかなりやりやすかった、指でねじるだけで完成するような癖だったんで、すごい楽しませてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。ハワイ店よろしくお願いします。ハワイ店行くぞ。ハワイ岩崎行くぞ。もう帰ってこない。おわだめだ。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。バッチリですね。ありがとうございます。すごい。あー、よかった。冗談抜きですよ。冗談抜き。ありがとうございました、本当に。ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。お嬢さんたちもよろしくお願いします。はい。ありがとうございます。お疲れ様でした。ちっか。大丈夫、小窓。お疲れ様でした。ハワイ店。私も海外に移住したいな。なんか3ヶ月ぐらい前、あなた海外は興味ないって言って。本当ですか？日本ラブなんで。本当ですか？まあ気持ちは変わるよ。海外に移住したいな。どこ？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 日本を出たいだけ？シンガポールあたり。シンガ？シンガポールあたり。シンガポールあたり。なぜ？なんとなく。なんとなく。とは？シンガポールどこにあるか分かってんの？あそこらへん。それがハワイで。ハワイも多分どこにあるか分かってません。こちらへん。はい、じゃあお疲れ様でした。